はい、今日も暗号通貨ネタでございます。今日ね、ADA の例のステーキングの報酬支払い日なんですよ。で、現在までの報酬が私2回目、合計で3回目の報酬受け取りなんですけども、合計が全体の一部ですけどもね、全体の一部なんですけども 910.150444 でございます。例えば 910ADA になりますよね。現在の ADA の価格が161円ですから、掛け算すると146,510円ということになります。で、これが5日ごとなんで、あと1ヶ月のうちに3回あるんですよね。だから単純に2倍すると大体30万円ということになりますね。これがステーキングの、あの ADA のね、ADA のステーキングの ADA の一部ですよ。一部の、まあなんていうか、報酬利息みたいなものです。で、元本はそれとはまた別にあります。元本についた利息が、これがずっとね入ってくるということと、あと ADA が値上がりすれば、例えば ADA が200円とかになったらね、910円200円かけますからね、18万2000円なんで、1ヶ月に36万ってことになりますんで、これがだから12回入ってくると年間で400万円とかが浮いてくるってことになりますね。これがだから余剰資金ですね。で、元本の ADA っていうのは変わりませんから、400万入りながら元本変わらない。要するにずっと400万円以上が ADA の価格って上がることが予想されますから、ステーキングによってもたらされるってことですよね。同じようにステーキングされてる方で ADA をねたくさん持ってる方はもっともっと出てると思いますし、そう考えたらそのステーキングが始まる前にね、ウィズドローしちゃった方っていうのは非常にもったいなかったかなと思います。まあもちろんいろんな状況があるんでね、今急に必要だからっていうんで決済された部分もあると思いますけども、やっぱりこう時間が経てば経つほど暗号通貨のプロジェクトが具現化していってね、実際に成り立っていくってことになりますね。で、反面私がちょっとね懸念してるのは、出遅れた通貨っていうのはすでに先行した通貨にいろんな役割を取られてもう目がないんじゃないかなと思うんですよ。ですんでね、ICO プロジェクトが2016年とか17年に始まって、いまだにノロノロしている暗号通貨ってそのまま消えていくと思いますね。ちょっと個別的な銘柄は言うのはちょっと控えようと思いますけども、完全にダメになったのに多くの人が期待しているそういったネットワーク系の通貨っていうのは今でもあります。気の毒でしょうがないですよね。それでそれを紹介した人が一人でね、なんか悶々としてて、その本部の方から何の連絡もないみたいな感じで、とりあえず待てみたいな状況になってますけども、今ね、プロジェクトが動いてるならいいですけども、なんていうの、コロナの影響でプロジェクトが動きませんっていうところがあるんですけども、そんなことはないですからね。これはリモートでできる作業の集まりですから、どっかね、一箇所に研究者が集まってやるもんではないですから、それこそ皆さんがね、リモートでそれぞれのプロジェクトを進めていけば、トータル合計として成り立つわけなんですよ。だからその辺を全然分かってないというか、うまいこと言い組められていて、ずっとね期待をさせられているっていうかね、そのまま諦めてやめる、もう金銭的な痛みっていうのは数年したら消えていきますから、でそういうところにずっとねかけているんじゃないかなと見られなくもないですね。そういう銘柄ね、何点か明らかに終わってるのに期待させつつ期待している人がいるグループもあるみたいですね。そこはちょっと気の毒ですよね。もう目がないです、そこは。今ね、あれですよ。今ちゃんと実動してないといけないんですよ、もうすでに。今実動してないってことはもう終わりなんですよね、とっくに。だからもともとあやふやな計画だったと私は判断します。皆さんどう思います？あのジンフィネットワークですらって言ったら変ですけども、ジンフィネットワークなんて知らなかったでしょ。でもあれ、見事急騰してるじゃないですか。だからジンフィネットワーク以上に期待されていた通貨がどうにもなってないってことは、それはね、もうちょっと現実終わってるんですよね。だ終わってるって証拠がないだけなんですよ。証拠がないけども、はっきり言って今動いてないってことは、もうこれからも動かないと判断して損切りするのが、まあ投資で勝つための、思い切りじゃないですかね。ということで今回はADAコインの、ADAのね、ADAコインっていうのはおかしいんですよね。ADAですよね。体のADAのステーキング報酬の報告でございました。いってらっしゃい。